次世代エンターテイナーのおたげ、新世界創造アーティストバラエティクラッシュクラッシュ。はい、ということで始まりましたクラッシュクラッシュ、東京押上にあるワロップ放送局からオンエア中です。はい、ということで本日のメイン MC は私イサイです。そして本日からメイン MC を務めさせていただきます武田亜希と申します。よろしくお願いします。やほいそしてアシスタントはアイスペックの、はい、七瀬純子と七瀬だし、はい、はい、キッポシコとキッポシポシロイです。はい、はい、本日はこのメンバーでお届けいたします。クラッシュクラッシュでは視聴者の皆さんからメールやツイッターにて質問、応援メッセージなど募集しております。詳しくはこちらの公式ブログをご覧ください。はい、お願いいたします。それではここで1曲お聴きください。ロミでオーバー。CM の後はクラクラコミュニティや企画コーナーなど盛りだくさんでお届けいたします。そしてバロップ有料会員&スタジオ観覧の方のみご覧いただけるエクストラタイムもございますので、皆さん最後までお楽しみください。随時ツイッターやユーストリームの方でコメント等を募集しておりますので、ぜひどしどしコメントください。お願いします。はい、では CM お願いします。エレクトリックボンジュールのロミとニャーです。エレクトリックボンジュール、略してエレボンが MC をしている音楽バラエティ番組エレボンの電波でビジット。毎回素敵なゲストを迎えして、あんな話やこんな話もセキララトーク。他にも視聴者の皆さんからのメール、ツイッター、ソーシャルを時に熱く時にぬるーく紹介します。エクストラタイムではゲストとエレクトリックボンジュールのミニライブを放送。音楽バラエティ番組エレボンの電波でビジュット、毎月第2第4土曜夜9時ワロップ押上スタジオから生放送中。ではロミ様、視聴者の皆さんにメッセージお願いします。お、剣たっぷりの生放送見ないとちょめちょめするよ。エレボンの電波でビジュット、詳しくはエレクトリックボンジュールのブログを見てねと。エレボンの電波でビジュットはトークと告知とその他でお送りする45分、毎月第2第4土曜日夜9時から生放送中。愚民の皆さん絶対見るでございますよ。ダンシオンじゃない、クラクラフォーニーツ。クラクラフォーミニッツとは毎回4分間で何かをするコーナーです。今週のクラクラフォーミニッツは理想のクリスマスケーキということで、一人ずつ理想のクリスマスケーキを絵で発表していただきましょう。はい、それでは皆さんに書いてきていただきました、はい、せーのであげてください。いきますよ、はい、せーの、じゃん。ちょっと待って、なんかキッポさん、吉田さん、西脇さん、七瀬さん、ロミさん、ロミさん、勘違いしてもらったら困るのは、これ僕じゃないですか、これ僕じゃないですか、なんかキッポさん名前が書いてあるんですけど、僕じゃない、いや、一応賞味期限切れのケーキも振ってあげて、この賞味期限切れのケーキ、なんかフレームがこうなってる人が一人いるんですけど、すごい、七瀬さんの絵がすごい可愛いんですけど、これ絶対絶対子供喜びますよね。でね、その真後ろのね、西脇さんのケーキじゃねえの、もはや。でもめっちゃ美味しそうなんですけど、絵が。いや、肉っしょ。肉乗ってる。ケーキに肉乗ってる。で、吉田さん、自分と
誰かって絵が描いてある、はい、これはあのケーキがめちゃくちゃでかいんで、その上に自分たちが乗ってますみたいな。乗ってる？乗ってる。プレートじゃなくて乗ってるんだ。自分たちじゃなくてケーキがでかいの。そう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 。だから周りにビルとか描いてたんですけど。でかすぎよ。職人さん何人分だよ。どんだけ、高橋さんのやつが和スイーツってことで芋ようかん。あの生クリームが食べられないから。ようかんドーンって感じですね。クリスマス感ゼロだ。ロコさんは王道のブッシュドノエルですよね。毎年ね、はい、これ王道なのこれ。そうですね、毎年誰かに買ってきてもらって誰かに買ってきてもらって、それ目的で書いたんですよ。ここにいる人とかね。毎年そのレベルとかでね、そう食べたいなってずっと言って自分では買わないっていう。アピール当日ギリギリで駆け込むとかよくやってます。はい、で、一番最初にちょっと名前が違う名前が書いてあったっていうキッポさんは、そう、あの僕先週自分の出したんで、ああなるほど、はい、今日水木の代打で出演してるんで、水木の理想のケーキを勝手に想像して書いてます。すごい気になるんですけど、あのこれ後ろになんか変な棒が書いてあるんですけど、これ何ですか？これあのメガネです、メガネ。あ、メガネでした。そうそう、あの前にこのクラッシュクラッシュ初期に、はいはい、あのメガネをフォンデュしたことあるって言ってたから、でも、まあ、メガネケーキでいいでしょうみたいな言ってましたね、そういえば、うん、こういうケーキあるよね、実際に。あるよね、あるあるんですか？かけたことあるもん、なんかパーティーメガネみたいな感じで。だからこれ水木のケーキはこれ本物のメガネ使ってる。あ、本物のメガネデコレーションしちゃった的な。そうなるほど、食べたくないですね。水木は食べるから大丈夫。あ、なるほど、自分のだからね。はい、で、もう一方ちょっと気になるのが、俺を食べてくれみたいな。俺を食べてくれみたいな。すごい気になるんですけど。いや、これはいじめかなと思って。そうだね、顔が気持ち悪いんで俺だけ書くやつなかったんじゃないかって。それが入ってたらいいじゃないですか。いや知らないそれはちゃんと言ってくれないと。あんなにみんな必死で書いて。びっくりしちゃったよ。ちなみに久高さんだったらどういうケーキを食べたいですか？あー、ケーキなんでもいいっす。あ、はい、なんでもいいということで。人からもらえ。じゃあ武田さんは。私はそうですね、私も生クリーム食べれないので、これすごい食べたいです。もうないケーキではないけど。そうね、なんか塔が立ってるけど。あ、まあ、私も食べるんだったら、まあ、一番ベーシックなブッシュロノエルって言いたいところなんですけど、今日はこれ食べてくれよ。すごい素敵な、肉は肉は、はい、食べたいと思います。はい、ということで以上クラクラフォーミニッツのコーナーでした。はい、じゃあ CM の後は声優ファンの声優志望者必見のコーナーです。コーナーです。イエーイ。ナード系電波音楽ユニットニャンプリートのニャーです。キモカッコかわいい曲がニュルーンと一枚に詰まったニャンプリートファーストアルバム、やったねスパイラル、絶賛発売中。詳しくはニャンプリートブログを見てニャー。シオンじゃない、シオンじゃない。声優下克上コーナー、イエーイ。はい、このコーナーは一流の声優を目指す方たちにクラッシュ声優学院に入学していただき、声優としての演技力を競ってもらう声優育成コーナーです。はい、はいはい、毎回与えられたセリフを生徒さんたちに言ってもらい、番組終了後視聴者の方々にいいと思った声優さんに投票していただくバトル形式のコーナーとなっております。で、最下位になってしまった人は、はい、候補生に出演権を奪われてしまいますので頑張ってください。はい、はい、来週も、来週次回も出たいよ。あ、そういうことね。はいはい、じゃあ早速自己紹介を、じゃあ吉田さんからいきますか。はい、お願いします。はい、ヤーこと吉田弥生です。よろしくお願いします。お願いします。はい、続きまして、寒くなったといえば鍋といったらきりたんぽ、きりたんぽといったら秋田といったら高橋りさです。よろしくお願いします。最後に、はい、今日ここにスタジオに着いた瞬間に今日前説お願いしますと突然振られて、神々の前説をいたしました西脇圭です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速、はい、セリフの方に行ってみたいと思います。はいはい、本日のセリフはこちら。ピピピ、宇宙から電波受信しました。なんか読み出したっていう感じのセリフなんですよ。はいはい、電波、はい、電波系です多分。はい、長いよ。じゃあ、はい、長いんですが、長いね、噛まずに頑張ってもらえればなと思います。これ初見力試されるよ。はい、じゃあ早速電波吉田さんからお願いします。お願いします。ピピピ、宇宙から電波を受信しました。このままではゆでデビルフィッシュになってしまうほど暑いので、冷たいアイスが食べたいよ。田中田です。
決して私のことではないのですよ。ビビビビー、宇宙へは私を通してアイスの美味しさを伝えますので問題ないです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、なんか普通だね。あの普通でいきました。普通だね。わかんない。それはどう捉えたらいいコメント、まあ、この後どうなるかちょっと楽しみにしていただいてね。はい、はい、じゃあ早速2人目、はい、お願いします。ピピピ、宇宙から電波を受信しました。んこのままではゆでデビルフィッシュになってしまうほど熱いので冷たいアイスが食べたいよってのことなのです。あ、決して私のことではないのですよ。ピピピピ、宇宙へは私を通してアイスの美味しさを伝えますので問題ないです。はい、ありがとうございます。ゆでデビルフィッシュって言いづらいよね。ゆでデビルフィッシュ、私も今聞きながらちょっと練習してた。なんだこれと思って、ね、ゆでデビルドキドキするよ。カモンじゃないぞ。もう頑張ります。じゃあ早速、はい、ラスト頑張りたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。ピッピッピー、宇宙から電波を受信しました。このままではゆでデビルフィッシュになってしまうほど熱いので冷たいアイスが食べたいよとのことなのです。決して私のことではないのですよ。ピピッピピー、宇宙へは私を通してアイスの美味しさを伝えますので問題ないです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。かわいいかわいいかわいい、すごい作ったね。作りました。すごい作ったね。電波の引き出しがない。はじめのピッピッピッって結構テンポ遅いから俺、うん、ピーンってなるのか。死なない死なない、ちょっと伸ばすか悩んだんです。どうしようか、時報かなって思って。そうそう、時報かなって思って。そうそう、受信してるかなみたいな感じで今大地を感じてます。感じた。宇宙からと大地からの声を聞いて発しました。はい、はい、いや皆さん今回の電波系ということでしたがどうでした。難しい、難しいですね。まあね、電波系のね、吉田さんはどうですか。電波系じゃない。あ、電波系じゃない。俺なんか違った。ナチュラル電波いけるんじゃないですか。え、たまに喋ってる時にピッピッピッって言ってる。気のせいじゃないですか。さっき言ってた言ってた。あ、言ってた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 。結構聞こえるね。はいはいはい、まさかのね。いや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 、なかなか電波系をやる機会はないと思うんですけど。まあ初めてやりましたね、はい、今後ね、こういう仕事があるかもしれないんで。そうですね、引き出しの一つとしてね、何でもやってみないといけませんので、はい、いや新しい、いやいやいや、うん、でも今回電波系やったけど、はい、別に違うセリフの時に電波系みたいな感じで喋ってもいいし。そうですね、そう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 、やっぱりね、なんかお題でなんとか系ってちょっと書いてたりするんだけど、あ、書いてなくてもそれちょっと裏切っちゃう、うん、やつがいても面白いんじゃないかなって。逆に、はい、なるほど、ね、うん、まあ、ちょっとこのコーナーでね、いろいろ試して、はいはいはい、盛り上げていければなと思います。はい、はい、では以上っていうから声優下克上コーナーでしたまでって。でしたまで、はい、そうそうそう、でしたまでね。これ合わないんですよみんな。はい、早くしろって言われちゃいました。声優下克上コーナーでした。投票もよろしくお願いします。白の属性を持つ少女は女神、その口づけを賜る魔術師は己の限界を超える力を得るという。君のキスが学園を救う。乙女の純潔をかけ、さまざまな魔術師が迫り競い争う。なんで俺がこんな女と組まなきゃなんねえんだよ。あいつとは幼馴染の腐れ縁で、危なっかしいだろ。放っておけねえんだ。お前がそばにいるとつい笑いたくなる。奇妙だな。響先輩って全然年上に見えないよね。魔法学園都市を股にかけて、風紀部員が学園内の悪を裁く乙女のためのハイスクールマジックファンタジー。魔法学園エウレキア、風紀部に咲く白乙女、好評発売中。
イエー。はい、今から2人1組で額にボールを挟んでいただき、チーム戦リレーをしていただきます。チーム分けは1周3周目チームと2周4周目チームでタイムを競ってもらいます。つまり先週出演した方々がもうすでにリレーの分数を測っております。はい、と今日は競うことになりますので、負けたチームはなんと次回の放送でとってもダサい服装で質問していただくことになりますので、ご注意くださいませ。はい、早速ですね、準備、一走者の準備をしていただきたいと思います。はい、はい、はい、それでは皆さん移動してください。さて、リレー中にですねこの曲をお届けしたいと思うんですけれども、ちょっと準備ができるまで少々お待ちください。はい、そうですね、こちら側からスタートしていただきます。はい、額にボールを挟むのでちゃんとできるかどうかね、かなり不安な感じですけれども、はい、ではカウントしていただきます。久高さんはこっち側ですかね。はい、わかりませんが、はい、あ、こっち側ですか。僕はそうですね、はい、わかりました。壁際にですねタッチして、でそれで戻っていく感じになります。はい、では始めますよ。リレー中にこの曲をお届けしたいと思います。ローガンズでリクエストライン。チャチャチャラチャチャコピゴミはラブのアールから、おいおい、チューしろチューしろあ、頑張って頑張って、下手だぞあいつら。おい、ダサい服、ダサい服ややで、ダサい服はいいよいいよ、もっと押し押して、はい、ストップストップ、オッケー、後ろ進んで、はい、いいよいいよ、頑張れ頑張れ、こいつら運動神経ないぞ、なんか超難しそう運動神経ないかもしれない。ちょっと、はい、次の走者はキッポーさんと七瀬さんです。はい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 、やろう同士はちょっとね、はい、頑張れ、チュッ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 、はいはいはい、うまい、ガンツ掛けるみたいになってるよ。なんか様子がおかしいんだけど、もうちょっともうちょっと、オッケーオッケー、いいよ、先週キッポさん中止なかったからここでやっとくんじゃないの。武田さん、はい、お、今回は何 MC チームですか、これは。え、なんか戻ってるよ戻ってるよここ戻ってるよ、早くして、なんで遅いの、おいおい、急げ急げ、わざとやってるでしょ、やめて、ダサいかっこしたいっていうのはいいから、そういうのいらないから、ちょっとちょっと、何やってんのあいつら、何やってんだ、おいおい、ちょっと遊ばないでくださいよ、真剣なんですよ。おいおいおい、はい、おい、やばい、ボール落ちた、おい、リンクアウト、リンクアウト早く急いで急いで急いで、早く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 、いで、お、CMC チームだぞ、ダサい格好したくないここでこの番組のお、テンポが、おお、いいじゃん、ギュッてやらなきゃダメでしょ、ギュッて、いいね、本当に、お、この二人の息は合ってるのか、果たしてどうなるか、ゴツン、ゴツン、ゴツン、いいよいいよいいよいや、オッケーオッケー、なんでしゃがんでいくんだ、もうちょっと上に上がればいいじゃん、一番俺らが上手かったんちゃう、オッケーオッケー、一番上手かった、頑張って頑張って、落ちちゃった、こんな早くていいかな、早く早く、でも難しかったね、やばい、この二人の息は合ってないんじゃないか、もしかしてちょっと CMC さん頑張ってください、武田さん頑張って、ギュッてギュッてギュッてして、ギュッてギュッギュッて、気のせいかと思いますけど、この前ケツバットされた方ではないですね違います、あの違います違います、なんか似てたんですね、最後最後すごいね、同じ チームのメディアさんを邪魔してるなんだこいつ早いけど動きキモい、もうちょっともうちょっともうちょっと、オーケーオーケーオーケー、いい感じいい感じ、もっと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 引き寄せて、もっと引き寄せて、西脇さんが目をつぶってるんですよ、西脇さんが目をつぶってるんですけど、どういうことですか、早いけどすごいキモいよ、はいあれ終わった、あ、これは何発表した方がいいの、はい、発表して発表して、先週のタイムは発表した、一番早かったね、すごいでしょ、うん、え、2分15秒、おっせーな、おっせーな、さあ今回は出るか、お前らがおっせーわタイムはタイムは2分45秒、勝った勝った、うそ、私たちこんなに頑張ったのに、いや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 、超良かったでしょ、ダサい格好をすることになりましたね、あ、大丈夫大丈夫、そのダサい格好よりが先のこの部分の方がよっぽどダサかった、本気だったんだけど、よっぽどダサかったか、そっちの方が、えー
のがナンパなさいよ。ちなみに、はいはい、これ奇数週なんで、うん、あの、はい、今日僕やりましたけど、ダサい格好するのは水木。あ、そうだよね。よかった。なるほど。だからほら、あの途中で、だから、わざと、わざとですか、きっと。じゃあ皆さん、真ん中によって話しましょう。いや、頑張りましたよ。頑張りました。だって、この辺まですごい早かった。早かった。途中まですごい早かった。早かった。笑いが止まらない。超頑張ったのね。これ無理。これ無理って言った。難しい。これ無理って言ったよ。おでこがね、いや、やっぱ唇を奪うぐらいの気持ちでいかないと。そう、あの、押し合わない。こう押し合わない。もう私後半目閉じてましたから。もう奪われてもいいって思って。奪われてもいい。もうすごい。覚悟が違いますね。本当ですよね。もう なんか男性チーム超なんか楽しそうだったけど、見てて安定してたよね。安定してたじゃん。出だしのあれ何、何回ものそう、あの俺らじゃないと思うんだ。俺らじゃないと思うの。この2人出だしの俺ら早かったよね、だってね。いや、ヒッポーさんたちは最初早かったけど後半絶対手抜いたでしょ。絶対おかしかったもん。ヒッポーさんじゃなくてキポシーね。キポシーさんね。キポシー、ポシー正しく呼びます、キポシーさん。もうなんかすごい熱い。熱い。ただでさえスタジオ熱いのすごく熱くなってる気がする。もうね、なんかすごい笑えたでいいと思うんですけど。ということで、来週私たちの、週はですね、ダサい格好がということで、やるだけやって、やるだけやってこれ、ダサいなりにも、多分皆さんファッション感覚すごいいいものお持ちだと思うので、どうアレンジしてくださるのか楽しみなところなんですが。ありがとうございます。楽しんでますよね。はい、次、あの、ナナッシーが大変なことになります。ナナッシーなし12月の1週目ですよね。はい、12月の1週目、1週目ですと12月の何日ですか。次回メンバー違うので。その日俺海外だな。あれちょっとナイト嘘つけ。その日海外やった。嘘をつきなさい。海外ロケ、クラクラの海外ロケで。海外なのはない。ない。生放送無視して、10月の末に収録放送やったような感じでね、なんかこういう楽しいこともやっていけたらと思ってるので。やだって言われちゃった。じゃあ、結構あの思いのほかゲームが早く終わってしまったので、もうこの余った時間を使ってちょっと告知ある方、もしよろしければこの時間でやっていただければと思うんですけども、ある人いますか。はい、じゃあ、はい、じゃあちょっと最初こういう個人的な告知になってしまうんですが、はい、次の日曜日、何日だっけ、24日日曜日に池袋サイバーというライブハウスで、ソロでライブをさせていただきます。ソロデビューということで。ソロデビュー、デビュー、うん、デビュー。まあ結構割と前からソロでやってるからね。やらせていただきますので、ぜひまあワンマンじゃなくて他にもいっぱい出演者さんいるんですけど、チケットは無料になってます。で、マジで、ライブハウスのドリンク代だけお支払いいただければ見れますので、300人ぐらい来てください。300人ぐらい、ぜひぜひ来てください。300人ぐらい誘ってきてください。ちなみにお時間はどのくらいの時間は、確かイベント自体お昼ぐらいなんですよ。あ、なるほど。確か12時15分スタートで、はい、おー長い、夜遅くまで、はい、やってますので、夜遅くまで、うん、夜までやってますので。なんで行ったらやってないとかないつらいよ。言い過ぎたなと思って今。その300人どうすればいいの。300人、まあ、うん、いいんじゃない。300人はどこに行くの。うん、俺を見に来たって言ってくれればいいよ。はい、ありがとうございます。はい、あとは、あとは、あとは、いいんじゃん。あとは大丈夫ですか。だって53分。はい、すいません。はい、ということで、ですね、今回はチュッチュボールリレーということでやらせていただきました。私たち負け組でございます。はい、負け組。なんかやだ、負け組ってやだ。いやもっと綺麗な言い方。綺麗な言い方。勝ち組だし。ここにスパイがいたから、スパイが。今日は負け組だよ。今日は負けました。敗者チーム。同じか。まあ言うても今日本当に手は抜いてないからね。ファッショナブル？ルーザー？まあいや、言い換えただけだけど。はい、ということで以上ゲームコーナーでございました。じゃあ武田さんに締めてもらいたいと思います。はい。いろいろ白熱したやつでしたけど。はい、以上チュッチューボールリレーでした。やほい。はい。その名前なんやねん。チュッチュ。負けたぞ。チュッチュ。
というわけでおしつけ、どこというわけでエンディングのお時間が来てしまいました。はい、この後はエクストラタイムとなります。ユーストリームでご覧いただいている方はここでお別れとなります。はい、エクストラタイムでは出演メンバーが週替わりでコーナーを担当します。本日のエクストラタイムはクラクラの CM ナレーションを放送中に収録してしまおうという企画です。ぜひエクストラタイムもご視聴くださいね。はい、はい、では、ここで残りの告知がある方。はい、お、はい、ロミさんというかね、はい、そうですね、はい、あー、まあ、ミーも、ブログでも告知させていただいたんですが、ロミウィズクラクラ音楽隊ということで、はい、おお、クラクラ音楽隊、はいはいはい、来年の1月5日にですね、宮城県の閖上にある、港でですね、朝市で朝市で音楽イベント、まあ、チャリティーの企画で出演させていただくことになりました。朝市場の朝市、はい、そうですね、まあ、いろんな意味で朝市だけど8時ぐらいから歌います。うわ、はい、で今回はですね、オリジナル曲ではなくアニソンのカバーを3人で一緒にちびっこに向けて歌いたいと思いますので、ぜひぜひいらしてください。はい、ぜひ、はい、クラクラの名前ついてるからね、ちょっとね、プレッシャーでね代表なんかやんないといけないクラクラ代表してちょっと逆立ちしなきゃいけないから、逆立ちクラッシュ的なね、なんかお届けをね、この2人がしてくれるということで、なんか一発芸やってもらってなるほどですね、ちょっと考えてる芸があるんで、おはい、楽しみにしていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、もうね、じゃあ今日もね、すごい汗だくになって、なぜか私だけ汗だくになってますけどクラかけてクラ大丈夫です、セルフでセルフで、はい、ということでまた来週もこういう風にわちゃわちゃやっていきたいと思います。来週木曜夜10時またお会いいたしましょう。では次世代エンターテイナーの宴、新世界創造アーティストバラエティクラッシュクラッシュ、この後はエクストラタイムです。やだやだ嫌がるな、嫌じゃない、嫌がるなまたコメント等お待ちしております。さあ、ここで七瀬くんの一発芸、3、2、1、ポーコ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 ロコー、なしなし、おい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 ちょ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 バイバーイバイバーイバイバーイ、あれ嘘やろ、エレクトリックボンジュールのロミとニャーです。エレクトリックボンジュール、略してエレボンが MC をしている音楽バラエティ番組エレボンの電波でビジット。毎回素敵なゲストを迎えして、あんな話やこんな話をセキララトーク。他にも視聴者の皆さんからのメール、ツイッター、ソーシャルを時に熱く、時にぬるーく紹介します。エクストラタイムではゲストとエレクトリックボンジュールのミニライブを放送。音楽バラエティ番組エレボンの電波でビジュット、毎月第2第4土曜夜9時ワロップ押し上げスタジオから生放送中。ではロミ様、視聴者の皆さんにメッセージお願いします。お、剣たっぷりの生放送見ないと